これは何なんでしょうか。とりあえずこっちで売ってた、パン用のパン粉なのかなに水を混ぜてこねこねしてたら、なんだか明らかに焼いて食ったらうまそうな、こんなピザ生地のようなふにふにした不思議なものができたね。どうなんでしょう、水とパン粉のみでなんかこんな美味しそうなアウトドアクッキングチックなものがほらできちゃった。パンだし小麦粉だし水だし、多分美味しいでしょう。あれと一緒に食べればね、今作ってるあのちっちゃい方、あれは何なんでしょうか。この動画はちょっと引き伸ばそうかなと思ってんだけど、あ、ちなみに懲りもせずまたまたカシロフに来ました。連れてる時にこの駐車場が満タンになっちゃうぐらい大盛況だったのに、今は釣りしてる人が全然おりません。釣れないんだろうね。7月いっぱいで基本的にキングは終わりだから。これうまそうじゃない？ほらなんかね、ムチムチしてんの。耳たぶみたいとかってなんか言うけどさ、そんな感じ。なんかさ、焼いたらさ、この端っこの耳の部分がさ、なんかカリッカリになってさ、うまそうな気がしない？これはただパン生地を練っただけ。あ、パン生地じゃない、パン粉と水を練っただけ。ちょっとね、その前に焼いてたホットドッグのカスがちょっと色ついてるけど、カスがだけど、これはね美味しいでしょう。多分油を引いてアルミホイルをして、で上にも炭を置いて上下から焼くという、この計算でちょっとこいつは行ってみようかなと思うんだけど、美味しそうじゃない？なんだかよくわかんないけど、そんなわけ燃えてます。燃えてるよ、諦めんなよと修造さんも言ってます。以上です。